こんにちは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、世田谷区になるんですかね、大田区になるんですかね、田園調布駅に来てます。これからね、駅周辺を歩いていきたいと思います。ちょっと何かね、後ほど調べてちゃんと書いておきたいと思うんですけども、今日はですね、2022年の9月3日土曜日、時間はですね午後5時ではですね、駅周辺を歩いていきたいと思います。今ね、東急スクエアのガーデンサイトっていうところにいました。駅の入り口に立ってる建物ですね。あ、そうそう、大田区でしたね。そしてこれは西側なんで、東側にですね、渡っていこうと思います。これは関東の駅、百選認定駅。なんかね、田園調布の駅来たことあるんですけど、なんか前からこんな雰囲気でしたっけっていう、あんまり記憶がないんですけど、こんな感じでね、駅のゲートみたいな建物があったり、それが改札ですね。文章受賞、長嶋茂雄。
見落としてます正直。5時の合図ですね。今日はですね、東急の目黒線の駅を5つほど歩こうかと思ってるんですけども、まずはね、一番都心から遠い田園調布駅からスタートしています。なんか田園調布駅が東急目黒線だってる、東急目黒線って多分どこかで他の路線と合流してみたいな感じだったと。思うんですけども、そのせいでこう東急目黒線ってあんまはっきりわからないですよね、どこからどこまでっていうのは。
先週ですね、鳥取をこう歩いたんですけども、一日でやっぱりちょっと歩かないといけないっていうんで、駆け足かつそこそこ急いで、歩いたというのもあってあまり無理をしてしまった感じで、その後が大変だったんですけど、なんでね、今日はねちょっとあっさりめで歩いていこうと思ってるんですけど、鳥取市を歩いたときはちょっと久々に45分とかそれぐらいの動画になってしまって、ちょっと長すぎました。まあまあ商店街、福徳商店街っていう商店街なんですね。なんですけど、まあ住宅地も住宅街も多くて、商店街は結構続きますね。ちょっと結構この程よいところで泊まろうと思うんですけども、街灯が突き出しましたね。次の横断歩道あたりで撮影を終えたいと思います。
とね、お店とかももうほとんどなさそうなんで、ではですね、振り返りつつ撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。東急目黒駅の、目黒線の駅ね、5カ所ほど、歩こうと思ってますので、合わせてねご視聴いただけたらと思います。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいね押していただけると嬉しいです。ではありがとうございました。